邪魔します。こんにちは。すげえいっぱいあるめちゃめちゃありますね。はい、種類でいうと、まあ、10種類ぐらいかなと思うんですけど。10種類、はい、で50台ほどはあります。50台。2020年度の自転車販売の市場は累計2100億円超えと過去最高を更新。その中でも大注目の電動アシスト自転車は出荷台数で普通の自転車を抜き右肩上がりに成長しました。まあ、コロナでより一層こう電車を乗らない方が増えてきたので、はい、幼稚園の入園があったりだとか、はい、転居とかでですね、新しい自転車をっていう形で新生活に買っていかれる方が多いです。中でも人気を集めているのが、あ、これですか。自転車ですね。え、かっけえ、はい、なんかクロスバイクみたいな形。そうなんです。他社さんだと2、30万する自転車にしか搭載されないような組を採用しています。安いよこれは。そもそも高い自転車に採用されプライベートブランドだからこそ実現した価格とのこと。早速試乗させてもらいましょう。ちなみに、わ、ちょっとでも電動自転車に乗るの初めてなんですよ。はい、ちょっとなんか不安もあります。はい、そうですよね。電動アシスト自転車、ね、初心者のカイラ君、せっかくなので乗り方も教えていただきました。まず乗車前に電源をオン。自転車サドルに座ってもらってから漕ぎ出す。ケンケン乗りみたいなっていうのは電動自転車だと転倒のリスクが出ますので、なるほど、必ず座って漕ぎ出してください。うわすげえ、ちょっと待って、漕ぐの怖い。お、あ、めっちゃ進む、やば、これすげえ。法律上時速24キロ以上でモーターがアシストしてはいけないっていうルールがあるんですよ。そこまではモーター動きます。じゃあスピードが出すぎる心配も、まあ、基本的にはないです。あ、ないんですね。小さい子供の送迎に便利なチャイルドシート付きの電動アシスト自転車も人気です。特徴としましては、女性の方でもまたぎやすいようにこの位置が低く設定されています。はいはいはい、ここね、はい、ああ、ペダルのこのついてる軸ですね、うん、ここも短く設定されているので、うんうん、小柄な方でも漕ぎやすいようになっています。子供を乗り降りさせやすいように重心が低いのが特徴です。一方で問題視されているのが停車中での事故。一般的な自転車より車体が重いこともあって重大な事故になってしまうケースもあるんだとか。改めて子供を守るための正しい乗り方とは。前後ろ両方乗せられる方は後ろからまず乗せていただいた方がいいですね。前から乗せるとハンドルがふらついてしまうので危険になります。ぐらつきを防ぐためにハンドルを固定する機能があるものがおすすめ。もし転倒してしまった場合に子どもの頭を衝撃から守るチャイルドシートや日差しを防ぐサンシェードも人気です。なんかちょっと後ろ乗りたいな、貴族のような。さらにこんな進化も。電動自転車で唯一押し歩き機能というものがついた自転車になります。押し歩き機能、はい。電源をオフにした状態だといわゆる押しチャリでもかなり重くて大変というのがこれまでの電動アシスト自転車のネックでしたが、駐輪場止める時とかですね、押し歩きボタンを押しながら、お、すげーすげー、なにこれなにこれなにこれ、もうほぼ持ってないですよ僕、マジでほぼ持ってない。ボタンを押すと電動でチェーンが動き、大変な上り坂も楽々登ることができるんです。何この機能、こんなとこまで進化してるんですね。はい、さらに世界初の電動アシスト自転車が中間市にあるということで向かった先で発見したのがこのスタイリッシュな自転車。でもちょっと一個気づいたんですけど、はい、なんか普通の自転車とは違う、なんかないんですよ。さあスタジオの山崎さん、わかります？なんだろう、カゴじゃないよね。チェーンです。チェーンがありません。そう、
チェーンがないんですよ。からもう本当だったらここにチェーンがあるはずなんですけど、ただ棒でつながってるだけというか。ペダルを漕ぐ力と搭載されたバッテリーの力がシャフトを通じて後輪のタイヤを動かす、いわば自動車のような仕組みなんです。おい、もう速攻で20キロ行きましたね。20キロ、今21ぐらいですね。もう軽く漕いでるだけでもう安定して20キロ、気持ちいい。スムーズな加速でめちゃくちゃ安定感あるんですよ。でもう本当に速かったですね、体感が。ああ速いでしょうね。すごい速かった。もう私も74歳になりますけど、もう軽く乗れるし、女の人もチェーンに引っかかったりとかそういうことがもう全くないんですよ。そうか、安心して乗れる自転車ということで。